皆さんこんにちは、シュリミチャンネルの志保です。はい、ということで今回ですね、今回はね、イケアのベーカリーで買ってきたこちらのじゃーんパンたちをね、紹介して食べたいと思います。ということで、この前の土曜日かな、イケアに行ったんですけど、その時にね、ハロウィンフェスっていうのかなみたいな、なんかベーカリーでハロウィンのねパンたちが売ってた、ちょっと買ってきました、はい、一番インパクトはやっぱこれじゃない、これね、指、うん、てか3本しかね残ってなかったんだよね。もっと欲しかったんだけどね。そうそう、3本しか売ってなくて、うん、残り3つで、うん、であとこのドーナツね、ドーナツは3種類ありますね、一つ目のドーナツ、こんな感じでございます。じゃあせっかくだからドーナツ袋から出しちゃう、そうだね、出しましょう。はい、もうハロウィンだね。ねえ、まだ9月の6日だよ。ねえ、実感湧かないけどさ、もう世間はもうみんなハロウィンになってるじゃん、うん、売り物とかも。まあまあ今日コストコ行ってきたんだけど、うん、コストコにもなんかハロウィンのなんかすごい置物みたいなのが飾られてて、うん、あーもうハロウィンだと思った、すごい。はい、ということで開けました。ちょっとね、開けちゃった時にちょっともう、うん、なんていうの、クリームが溶けててめちゃべちゃべちゃになっちゃったんだけど、まあ味は変わらないでしょっていう。そうね。はい、ということで早速食べていきたいと思います。いただきます。はい、どれ食べますか。これを食べたいと思います。ピンクちゃんいきますか。これですね。めっちゃ可愛いよ。はい、いただきます。ドーナツにいちごかな、いちごソース。そうだね、いちごだろうね、その色はね。美味しいです、めっちゃ合う。はい、次にこちらの青っぽいのいきます。うん、不思議な味。どう、味は。でも別に色がついてるだけで一緒かな。なんて、どういう味なんだろう、これ。うん、すごい美味しい。美味しい。うん、へぇ、すごい。今までに食べたことないような味。へぇ、でも美味しい。海っぽい。海っぽい。海が広がった。ほんと、頭の中の海が広がった感じ。マジ、上に乗っかってる黄色いのがサクサクするのかな。うん、あ、どう味は。正直に答えてね。うん、これも海の味かな。みんな海ちゃん。ほんと、それにね、うん、サクサクがあって、うん、ふわふわとサクサクじゃん、うん、これも合う。うん、マジ、うん、合う。なんかソースのね、うん、ソースっていうか、うん、チョコのさ、味が分からないんだよね。どんな味か分からない。うまく表現できない。うん、高い。うん。海の味。海の味ですね、こちらね。はい、どれが一番良かった？やっぱりこれから馴染みあるイチゴが。馴染みある。やっぱ食べ慣れてるイチゴが一番、なんか食べ慣れてるからか分からないけど、ね、一番口に合いました。なるほど。美味しかったです、はい、どれも。はい。はい、ラストにね、この指を食べたいと思います。はい、しーちゃんちょっとアーモンドが苦手だから逆側から食べましょう。うん、なんでして。普通にクッキー。ああ、そうだね。でもこれはもう普通のクッキーっぽい感じだね、見た目からしてね。私もさ、こんな綺麗なクッキーが作れたなって思うよ。確かにね、毎回焦げるか。美味しいね。味？うん。うんうん。真ん中の目玉は何だった？なんかケーキに乗ってる砂糖の塊みたいな。ああ、なるほど。柔らかいマシュマロ的なものじゃないの、ね？マシュマロかと思った。うん。砂糖菓子か。うん。なるほど。やばい、美味しいこれ。止まらん？止まらん。
ということで今日はね、あのイケアのショップだっけ、ベーカリー、そうイケアのベーカリーで買ったねハロウィンフェスのパンを食べてみましたということで、それではバイバーイ。めっちゃ海の味がしました謎だ謎だと思ったら、はい、バイバーイ。ぜひ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 、決して案件ではないです